ジョナタン・ロッシーには、スイスティチーの州、ジュビアスコ出身の同国代表サッカー選手。U.S. チッタ・ディ・ポンテデーラ所属。ポジションは DF。2005年夏、16歳で AC、ベッリン・ツーナから、イタリアの U.C. サンプドリアへ移籍。2008年にレガプロ・プリマ・ディビジオーネの AC、レニャーノに、レンタル移籍し、プロデビュー。その後、さらにセリエ B の AS チッタデッラ。 US サスオーロへのレンタルで経験を積んだ。2009年以降はウディネーゼが共同保有権を持ち、2010から11シーズンはサンプドリアに在籍したが、前半戦は出場機会がなく、後半戦は再びサスオーロにレンタルされた。2011から12シーズン、セリエ B に降格したサンプドリアで初めて出場機会を得て、 クラブのセリエ A 復帰に貢献した。2013から14シーズンより、クラブ史上初のセリエ A 昇格を果たした US、殺走ロカルチョへ完全移籍の形で復帰した。翌年1月にシーズン終了までパルマ FC へレンタル移籍。同年7月22日、セリエ B の FC バーリ1908にレンタルで加入することが決定した。その後は、 FC バーリ1908、サボーナ FBC、AA スリボルノカルチョへのシーズンローンが続いた。2017から18シーズン前半は、US ピストイエーゼ1921で、後半は、US チッタディ・ポンテデーラでプレーする。各年代のスイス代表としてプレーし、2010年3月には、ウルグアイとの親善試合で A 代表デビューを果たした。 その後も U-21 代表として2011年には UEFAU-21 欧州選手権の準優勝を経験。2012年のロンドン五輪はサンプドリアでの新シーズンを優先してメンバー入りを辞退した。ありがとうございます。